これからの季節によく聞く西高東低の気圧配置、はい、ここから詳しく木田さんにお聞ききししていきたいいたとと思まます、はい、まず成功到底とは何なんでしょうか、はいまあ、よく、ね、冬型の気圧配置、西高東低といって言いますが今夜の予想天気図、ちょっと見てみましょうか、こちらになります、えー、これ見ますと大陸、西側にはこれ高気圧がこちらにあります。 でこの天気図の外になるんですけども、東側、えー、こちらには低気圧があります。はい、まあ、東に、えー、西に高気圧、東に低気圧ということで、まあ西高東低の気圧配置というふうに、えー、呼ばれています。はい、で、この気圧配置は冬にまあ、よく現れるということで、まあ、冬型の、えー、気圧配置という。 ことになります。で、はい、この気圧配置になると何が起きるかというと、はい、ここに高気圧がありますよね。はい、で、この高気圧なんですけども、冷たい空気を持ってます。はい、うん、冷たい空気を持ってます。で、気圧は高いところから低いところに。えー 風,ですね、風は高いところから低いところにあの吹きますのでこの冷たい空気がこの低気圧に向かって吹くと日本付近にこの冷たい空気が運ばれてくるという状況になります、まあ、このとき冬型の気圧配置で日本海側では雪が降るとよく言われるわけですね。でちなみにあの大陸といいうのはあの海と違ってて、えー、熱しやすくて冷めやすい とか言うんですけども、はい、あの冬はあのよく冷えるわけですね冷え方がじゃないで特にあの緯度が高いところ、まあ、北の方に行けば、えー、夜の時間が長くなるわけで、はいまあ、その分放射冷却などもガンガン効いてどんどん冷えるとで冷たい空気が溜まっていくとで冷たい空気は重いので、まあ、高気圧になってそれが あのー、日本列島に、えー、流れ込んでくるという形になります。で、はい、大陸だから元々は乾いた空気なんですよ。はい、はい。で乾いた空気だったら本当に日本全国普通に、うん、あの空、ー、あっ風みたいになるわけなんですが、はい、えっとそうもいかないんですよね。えー、こちら、えー、今日の雲画像ですけども、はい、この日本海に。 これが現れれています。これは乾いた空気、冷たい空気が日本海の上を吹くことによって雲ができています、はい、これがね、あのその模式図になるんですけども、まあ、北西の,この季節風が吹くとこの海の上を、ね、吹いてくるので、えー、水蒸気をどんどん,どんどん吸収するわけです。 雲がどん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 発達してこれが陸地にかかると、えー、雪を降らせる、まあ、気温が高ければ雨を降らせるという形になります、あのー、お風呂を入ると湯気がばーって出てくるじゃないですか、はい、あれと同じ陸地ですね、うん、海面水温があの上空の寒気に比べて、えー、高いのでどん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 水蒸気が供給されるといった状況になります、はい、で山で雪を降らせたた後もう乾いた風となって太平洋側に あの吹くまあ、これを空風というわけですね、まあ、冷たい乾いた風という形になります。はい、ということで、天気がこの時どうなるかということなんですが、はい、これは12月2日午前7時に予想されている、まあ、天気分布になるわけですけれども、まあ、日本海側は雪や雨、雪か雨が決まるのは気温です。 はい、で太平洋側は、ね、ちょっとこの予報では少し雲が多かったりとかもしますが、まあ、大体晴れると言われています、はい、で先ほどのようにから、えー、風が吹いて空気も乾燥するということで太平洋側と日本海側でもう天気がもうガラッと変わってきますね、でちなみに日本海側だとあの時にはあの強い雪を降らせて大雪になったりとかね jpcz などができるとね。もうこれはまさしく大雪という形になってきたりとかします。で、非常にあの変わりやすい、えー、天気にもなったり。あと風ですね。はい、雪とともに風が強まると猛吹雪になって、えー、視界があのほとんどなくなる。よくホワイトアウトなども言いますが、まあ、そういった状況にもなる恐れもあります。まあ、いずれにしても、はい、あの冬型の気圧配置。成功到底になれば日本海側は。 雪、太平洋側は晴れて空気乾燥というふうに覚えてもらったらいいいい。かと思います。はい、ここからの時期、はい、よく聞く西高東底について今日は木田さんに詳しくお伝えしていただきました最新の気象情報についてもぜひアプリウェザーニュースからご確認ください。